の花神輿は午後4時30分に金谷を出発し、成瀬、上町、駅前、中条を通り、安達太良川を越え、荒町、中町、神社下を通り、枝沢で折り返し、旧国道から安達太良神社の石段を上り、本殿に奉納されます。おみこしの重量は約1トンで、180名で担いでいます。ご覧の通り、前後だけの担ぎ棒ですが、このタイプ、担ぎ棒のおみこしは珍しく、バランスを保つのに大変苦労します。安達太良神社の幅の狭い石段を登るのに、このスタイルになったと思われますが、この石段登りも見どころの一つとなっています。安達太良神社の石段登りの時間は、午後7時30分頃からとなっています。高い場所から見下ろすことのできないおみこしを上からご覧になる唯一のポイントですので、ぜひご覧いただきたいと思います。Thank you.